また言わないね大丈夫だよ、まだ言わないですそうなんですよね、ここでバイケン2人いるんですね。さあ最初出てくるのは選んできました、こうなりました、スレイヤーアンジでしょうか。つうことは次の戦いはバイケン同キャラになります。ちょっと面白そうですね。見ていきましょう、タカアンジ、VS K スレイヤー、クーダジャンピージャンエースカウンター、アンプレに風神当ててバスト、さあ壁から逃げたいがジャンディから、フットルース、ジャンケン引っ掛けてジャンピージャンケン、タチパン足払い、風神インでジャンハイは当たらず、ノックバックはひどいとね、ジャンハイ当たらないんですね。バスト打ってダッシュ、風神ほうけてんじゃねえぞっつったらほうけてたのはあなたでした。8K から当て投げと思いきや前ハイ漏れた、タチパン止めた。そうなんです、あのね、アンジとアクセルは簡単に直下ダブルが決まるっていうね、アンジの弱点をね唯一生かしましたねババアが即しましたか、お疲れ様でしたババア。ちなみにあの吸血やるとね、お互い硬直がよろけが伸びた代わりに硬直も伸びてます。さあ警戒から金 S、 円 S からコンボいったと、1回はしっかりガード、タチパン足払い引っかかる、バースト打って一応ゲージは十分あるので、タチハイシャガハイにバースト、フットルースへ近づいたらジャンスジャンハイを円 S で耐えた、風神リンダッシュ、風神リンダ、風神タチパンジャンケジャンエスジャンハイ、終わらない、タチケなんてことでしょう、あいやさあ次行きましょう、バイケンバイケン、これですね、なんかもうアジがギャグキャラになってるんだけど大丈夫かな直下ダブル食らうわ、ほうけてんじゃねえぞっつったら投げてるわ、かわいそすぎるぜ。まあ強いですけどね、結構やりづらいんですよ。おっとオーレンをカウンター、前パンからザクロ鮭で後ろ下がった。ちなみに紫のバイケンの方がフワンコさんですね、そうですね、黒い方がレナードバイケンです。さあフワンコバイケン側が一歩リード、ザクロにバースト、とりあえず被弾を下げていく、しっかりガード、畳からオーレンカウンター、もう一回シャガエスにオーレン、シャガエス畳、シャガエス直打してたので後ろに下がった、畳のパタンって部分が、ね、結構めんどくさいっていうようなキャラいるんですけどね、一応あのパタンって部分は前ジャンプすれば大体避けられます、ファーストとか引っかかるらしいですけども。ジャンエスで終わっていったのはレナードバイケン、一本選手8杯バックジャンプ、お互い代わりが引っかかる、今度打っていったのはオーレン、レナードバイケン、オーレン、ちなみにこれを強くするとオーレン青クージャンエスみたいな、オーレン青ジャンエスみたいな、よくわからない行動がありますからね。そうです、ジャンディ、なにババアいんのババアがどっかにまだいるらしいです。さあ畳ガード、畳カウンター、エンエスジャンエスジャンディ、クーダジャンハイ、畳前パンザクロ、このダメージをジャンディから、特殊ジャンディですね、今のは裏回ってました、オーレン食らってしまう、ジャンケー、ジャンケーの受け身不能時間が長い、オーレンカウター、金 S にバーストが、バーストをね読んだ、ダッシュ投げ通って立ち入り、勝ったのはレナードバイケン。というわけでお互い、勝った者同士が戦うことになります。 1P 側スケスレイヤー、 2P 側レナードバイケン、うわーなんかババアでけえ
早く消えろ早く消えろ早く消えねえババアどうやってんだやめてくれよカバリカバリさあ直は直はしたところに出し投げ通って前パンああなるほど前パンカバリから前パンザクロ前パンのねあの浮きが低いのでいろいろ決まりやすいとそういうわけですさあ畳にカウンターでヒットジャンハイ畳が当たらずアンダー2をガードさせたマッパと何かがお互い両方カウンターと足払い表バックから立ちハイ畳代わりヒットあっと畳当たらず金 S 多分金 S 仕込みの投げを入れてたんでしょうねカバリ振ったところにマッパが飛んでいた足払いから立ち系ジャンケーサマスは当たらず投げられて立ちハイ畳一本選手レナードバイケン足払いカウンター金 S ダストジャンディジャンディジャンハイサマソジャンケジャンケジャンディジャンサマソジャンディなんとかマイケガード歩き投げスレイヤーの歩きは速いです足払いガード畳ジャンピージャンケから下段切れ畳もガードさせてさあ壁に追いやってしまった溶岩戦ロマキャンからこのダメージ裏回ってもう一回画面端さあさすがに逃げていくスケスレイヤーどうするかマッパガードロマキャン強要バス打ってさあどうするか前ハイ打ったら股間にカバリがあ今のは FB 畳を打ったところにジャンケーヒットですね足払いサーガエスカウンターからジャンケー当たらずまだわからないじっくりじっくりイッツレイト FB リーしてイッツレイトということですスケスレイヤー通していったさあマッパカウンター足払いがシャーケー打ってましたねさあシャガエス打ってジャンディ落としてシャガイスにキンバー前パン畳畳打ってジャンディサマスからハイエースのディーステジャンディガードさせてさあバック桜がつながらないジャンプができないどうしようあちなみに P を封殺されてます前パンザクロゲージを溜めていくジャンピージャンピー投げ代わり前パンザクロさっき見ましたね結構減りますねああジャンハイ畳前パンザクロロマキャンザクロよいしょわい前ハイ当たらずチャイスカウンターフワンコさんとスケさんは負けリーグ行きタカさんとレナードさんはそのまま勝ちということで次を呼び出しますまたバイケンがいますね天草ピローバイケン安倍シークリフとジョニー